株式会社トレックの田淵と言います。今日は世界で一番速いファイルサーバーを開発しましたという話です。ごめんなさい、嘘ではないんですけれども、ちょっと誇張があって、本当はこうです。で、日本語の語り受けをもうちょっと用にするとこうで、世界で一番速い人が作ったものを私が単にちょっと手を入れてファイルサーバーにしましたという話で、なんで何が言いたいかというと、世界で一番速いことは別に私の手柄でも何でもないということを強調しておきます。で、本題に入る前に、じゃあお前誰なんだっていう話ですが、田淵と言います。で、トレックっていう仙台のちっちゃなシステム会社に勤めています。で、その中で私の仕事は、ウェルナビっていう送迎の用プランニングサービスを作ってるんですけれども、今日はちょっとそれの話は直接はしません。で、そのサービスは送迎なんで地図が絡むんですが、ベースの地図にオープンストリートマップを使っています。ということで今日この場所につながりました。じゃあ今日は何の話かっていうと、ちょっと横道にそれるんですけれども、H2O っていう DNA の中の人が開発して公開しているHTTP サーバーの実装があります。あるんですけれども、それを私が勝手にフォークしてタイルサーバーに使えるように開放しましたっていう話です。で、それやってみたら、多分今あるタイルサーバーの実装の中で一番速いのの部類には入るかなっていうぐらいになったんで、少しそれのご紹介というか自慢というか、そういう話です。あと一応念のためにお断りしておきますけれども、オントが開発した DNA の人とか、いつ H2O の開発者の人は話に全く関係ないので、万一何か火事が起こってもそっちに通り認識ないようにしてください。そうですね、ちょっと声がかすれてますので、聞きにくかったらヤジ飛ばしてください。物投げるな、勘弁してください。で、なんでそういうのを作ろうと思ったかっていう、背景というか動機なんですけども、最初に言ったように、弊社でウェルナビっていう OSM を使ったサービスを作ってます。で、これ最初は一番スタンダードなアパッチの上にモッドタイル乗せてっていうふうにやってたんですけれども、ちょっとパフォーマンスに不安があったのと、あとスタイルファイルも2011年ぐらいのかなり古いやつのままで置き換える雰囲気が少なくて、なんとかしたかったなっていうのが動機です。で、なんとかするのになんで H2O を選んだのかなんですけれども、最初は私もあまり車輪の劣化コピーとかしたくないんで、タイルマンっていうオープンストリートマップ JP で使っておられるニジンクスベースのタイルサーバーがあるんですけども、だってそれを試してみたんですけれども、ちょっと私の知識の範囲だと、ここに書いてあるウブンツとかデビアンのバージョンでうまく動かせなかったので、これちょっと詳しい方は後で教えてください。ちょっと自力だと難しくて、これだったら、なんか他のものいじった方がいいかなっていうところで、せっかくなんで、割と新鮮で出たばっかりで、出たばっかりなんで、コードベースがちっちゃくて、自力で一人でも解読できるぐらい大きさで、で、かつ、HTTP2 にも対応しているものを意識しようと思いました。あと何年かぶりに、たまには CM でメモリぶっ壊しながら起動するのも、趣味の範囲なら面白いんじゃないかな。ということで、H2 を選びました。で、これ今日一番胃の痛いスライドなんですけれども、今からデモをお見せします。で、この中で無線つながっておられる方いらっしゃいましたら、ここの URL 開いて一緒に見てみてください。のが一番胃が痛いんですけれども、見てみてください。いらっしゃいます？無線今すぐつながってるよって。そんなに大勢となっちゃ大丈夫ですか？多分大丈夫です。
で、このデモ環境ですけれども、Google の、コンピュータエンジンのスモールインスタンスってやつで、まあ、2番目にちっちゃいやつで、マシンスペックはなんと1コアです。それでどれぐらいいけるんだっていうのを今からお見せしますね。これ、東京駅中心に、まあまあ東京かなっていうのが分かる程度なんです。この場所も変でした。変でした。この辺が今いるところです。で、ちょっと意地悪して、だいぶ派手にスクロールしています。まあ、魔法のように速いとは言いませんけれども、1コアにしては結構頑張っているということにしてください。ちょっと待ってください。油がクロームです。ああ、どうでしょう。ちょっとか自信なんです。HTTP1 か SPD か HTTP2 かちょっと今ここで分かんないです。どれかではありますけど、で、まあ、体感速度は、まあ、1コアでもあるし、あとネットワークもあるんで、そう、ここで見たからスマホみたいにすごい速いかっていうと必ずしもそうじゃないんですけれども、ちょっと別の切り口で CPU サッと見てみます。今は大体これぐらいですね。多分、私の他にアクセスされた方いらっしゃいます？おう、10人以上は目視でもいますよね。で、それで今出てきた CPU スタットが 10% なんで、ここ一番ドキドキしてたんですけども、それぐらいの同時アクセスは1コアで結構鼻歌歌いながらさばきます。ということのようです。よかったよかった。じゃあスライドの方に戻って、からちょっと内部的な話になるんで、もう俺興味ないやってるから寝ててください。それでも結構です。もちろん聞いていただいた方がありがたいですけれども。で、まあ、他人の実装に乗っかりましたっていうだけなんですけれども、何も工夫がないかっていうとそうでもなくって、一応私の工夫としては、メタタイルを使わないっていう星にしました。で、今、メタタイルっていう言葉だけでもう何のことか分かった方ってどれぐらいいらっしゃいます？数名がいらっしゃいますね。もうさすがにそんなにいらっしゃらないですね。メタタイルっていうのは、さっきのボットタイルやタイルマンや他の大抵の実装でもそうなんですけれども、画像を1枚1枚ずつ保存するんじゃなくって、実装によって違いますが、3×3 の9枚とか、8×8 の64枚ぐらいを1つのアーカイブファイルみたいな形に固めて保存しておくのが典型的なんですね。で、その固めた1個のファイルをメタタイルと呼びます。だ今回私が作ったやつはそれを使わない方針にしました。で、なんでかっていうと、もともとこの H2O っていうのは独立したすごくちっちゃなファイルをとにかく大量に配信するっていう目的にチューニングされて 作られてるはずなんですね。で、それやるのにメタタイルの中から必要なファイルの必要な部分、画像1枚分だけ切り取ってきてっていうのをいちいちやると足を引っ張って、もともとの H2O の良さは完全にとは言わないけどかなり殺してしまうんです。
で、しかもその 1枚分の画像を取ってきたり固めて保存したりっていうルーチン書くのも結構しんどいです。で、しんどい思いして良さを殺すぐらいならない方がいいだろうということで、そのメタタイルは使わないということにしました。で、ファイルサーバーとか立てたことある経験のある方はここでちょっと不安になったりしました。大丈夫かなって一瞬思ったりした方いらっしゃいます。はい、いらっしゃいますね。次がそれです。メタタイルを使わないので運用するときにちょっとハードディスクのフォーマットが限定されます。なんでかっていうと、このタイルの数って高ズーム、縮尺の ズームが大きいところになるとすごく数が増えて、まあ、1億とことかはちょっと大きなサービスだといくと思います。で、現状は1億ぐらいほとんど行ってます。この、理論上で戦後オープンスリップマップもそんな大量の内容が書いてないと思いますけれども、今はズームレベル20って一番細かいところで、北極の端から南極の端まで全部舐めるとそれぐらいの数になります。なんでハードディスクのフォーマットとしてこのくらいの数のファイルを扱えるものが必要です。で、普通 Linux で使ってるおなじみの EXT4 とか XFS っていうやつはもうちょっと無理です。で、具体的に条件としてファイルの数の上限がフォーマットするときに決め打ちにされないものようなフォーマット方式を選ぶ必要があります。で、具体名で言うとベタ FS とか ZFS っていうちょっとニッチでまだマイナーで、ちょっとルートパーティションに使うには勇気がいるなっていうようなものをが、適してます。適してますというか、該当します。で、私個人的にはベタ FS っていうのを使ってます。というわけで、ちょっと実装で、スピードと開発コストを稼ごうとした分、運用するときには注意が必要だという話です。次に近い位置早いってさっきから散々言ってるのどれぐらいじゃ早いんだっていう話なんですけれども、これ WRK っていう HTTP 用のちょっと簡単なベンチマークツールがあるんですけれども、それを使ってアズエルの上に VM 立てて VM の仮想コアは4コアにして、で、あらかじめもう作っておいたタイルを77万個ぐらい、77万個って東京の一部を適当に切り取ったらそれぐらいの数になったっていう、あんまり根拠、その数は大事じゃないんですけども、それぐらいの数のファイルを10秒間ひたすらゲットし続けるっていうベンチマークを取りました。で、ちなみにクライアントと、サーバーは同じこの VM です。普通分けるんじゃねと思われると思うんですが、その通りなんですが、家庭のランぐらいで息子を分けると、あえてランがボトルネックになって、消費が出てきたんで、もう一緒のコストにしました。で、どれぐらい出たかっていうと、大体15万リクエスト何秒ぐらい触ってました。これをニジンクスと比べてみました。ニジンクスの方はニジンクスと、あとファイルの URL を物理的なファイルに書き換える簡単なスクリプトを用意して、で、さっきと同じ条件で測定しました。ただ、ちょっと後編のために言っておくと、ニジンクスの方をチューニングしてません。せいぜいスレッドの数は合わせたぐらいです。で、それのチューンのニジンクスというのと、大体3倍強ぐらい違いました。もちろんこれ、チューニングしたらもっと僅差になるし、場合によって逆転するかもしれませんが、ここで言ったのは何かっていうと、
こっちのエチツオタイルの方はほとんど何も注入しなくてもそれなりに出会えるというのが、まあ、強みだと思います。どこにもですか。でこれ今日2番目に勇気のいるスライドなんですけれども、さっきデモでお見せしたタイルスのサードコスト、皆さんのアプリで使っていただいて結構です。ただちょっと条件として1点目、弊社は弱小企業なので、無料で皆さん全部のリクエストをさばけるような設備は用意できないので、基本自前でキャッシュサーバーを立てて、キャッシュにないときにこっちに取りに行くっていう使い方をしてください。言い換えると、リーフレットのコンストラクターにこれの URL 直接入れるなら勘弁してくださいっていうのが一つと、もう一つ、止まっても泣かないでください。止まってもっていうのは、メンテナンスで止まるとかも含むんですが、弊社は弱小企業ですので、サービス自体運用こんなになるとか、会社自体継続こんなになるとかあり得てしまうので、あらかじめオープンストリートマップとか、マップボックスとか代替になるものは見ておいてください。で、ここからできればなんですけれども、皆さんと伝えて立てたキャッシュサーバーを類似の条件でそのキャッシュの上流として他の人に公開してください。できればいいです。この条件も全く一緒じゃなくていいです。皆さんの負担にならない範囲で結構です。で、それに一つの対応を使ってくれると私は喜びます。これもできればです。この気持ちになるかっていうと、まあ、これぐらい緩い条件でも、ファイルサーバーの裾野が広がれば、なんか一個ぐらいは落ちるものが出てくるんじゃないかというような淡い期待があります。なので別に弊社のこのサーバーにアクセスを集中させたいとかいうことではないです。集中しない方がありがたいです。以上でまとめですけれども、H2O という HTTP をちょっと改造してファイルサーバーにしました。で、それノーチューンなら、微塵強い早いです。で、それ実際に稼働しているミセシバホストをちょっと条件付きで皆さんに使っていただいていいことにします。以上です。どうもありがとうございました。はい、ありがとうございます。質問がある方は、少しね、じゃあ近い、ね、すみません、質問なんですけれども、先ほど工夫の中でメタタグじゃなくてメタデータを使うの、メタタイプ、メタタイプを使うのがいいと言って、今の話をお伺いする限りだとメタタイプって、まあ、本当に何一ついいことのなされな感じなんですけれども、既存の実装でメタタイプがなぜ使われているのかということを教えていただきます。それがさっきの運用の注意というところで、メタタイプを使わないとファイルの数がめちゃめちゃ結構たくさんになるんです。で、普通のフォーマットで、その1000万はまだいけるかな、1億とかその数のファイルとても扱えないので、何十個かのタイルファイルを一つのアーカイブにまとめてっていう実装方式で、まあ悪い方とすれば数値の上でいるということだと思います。先ほどスピーディとか HTTP2 の対応しているかどうかというので、アクセスしてみたところ HTTPS の方のみが有効になっています。まあ、HTTP が SSL で今のところ必須になっているというかブラウザーの使用上そうなっているんですが、現在両方とも公開し HTTP なしのものと HTTPS なしのものと両方公開してますが、どちらの方がパフォーマンスが上がってるとかっていうのは自分なんか調べてますでしょうか。パフォーマンスは当然、暗号化の部分を抜きにすれば HTTP の方が早いですと思いますけれども、それは単独でのアクセスに対してで、HTTPS で HTTP に
SSL、はい、だとあのクライアントからのアクセスの時にあの、接続をつなげっぱなしにできるので、はい、それでコンソール化できるっていうところがあって、そちらのベンチマークって取ってるかどうかっていう、結論から言うと取ってないです。で両方用意してるのは何でかっていうと、あ、ごめんなさい、 HTTPS のサイトから HTTP の対応を弾くと結果が出るんで、そいつは嬉しくないっていう、それだけです。なるほど、了解です、わかりました。その他ありますか。あ、じゃあ ZFS 試してなくって、データエフェースしか試してないですが、さっきお見せしたのはデータエフェースです。で、スモールインスタンスも 1.7 ギガで、さっきぐらいは出ます。ハードディスクのサイズ増えるとちょっとわかんないですけども。ありがとうございます。はい、どうもありがとうございます。では、ユーザーさんが1000人とか1万人とかあの時にも早いかどうかっていうのを手話的な、はい、あのなんかチャレンジできたら嬉しいなと思います。以上です。スポンサー様大歓迎です。はい、では、タビシさんどうもありがとうございました。ありがとうございます。続きましては、つながる鉄道路線図リーフレットを使用した全国路線図ということで、今井様から準備でき次第スタートしていただきたいと思います。それでは始めたいと思います。こんにちは、丸研究所からやってまいりました今井と申します。本日はつながる路線図リーフレットを使用した全国路線図というものをご紹介いたします。